お疲れです。お疲れです。今日はどこに行くんですか？東京です。東京に。はい。何しに行くんですか？今日はね、ちょっと仕事とあとチャンネル登録増やしに行きます。なるほど。うん。今日はちょっと密着で。うん。まあ今から山下くん乗ってくるから。はい。新神戸から。わかりました。はい。向かっていこうか。はい。回してんねん。何？東京到着。あ、そうだ。間違えた。俺切符に来てた。切符に来てたっすやん、俺切符に来てたっすやん。丸の内です。あ、いつもの丸の内な。OK、メガスイー。2回目分かってあの丸の内の OL ですか？私が始めたのは最初は下着のブログです。商業高校行っててマーケティングの勉強しててそこから興味持って生徒女の人そこに興味があったんで下着の写真をアップし始めました。どうも、丸の内レイナです。来ましたね、赤坂。着いたな。こっからはホテル。ホテルホテルに一旦荷物置いて。なるほど。で今日の計画立ててまだ立ててないんだけど歩くしかと思ってこっちか。一旦ホテルで。こうトライフォース赤坂の近く。え、どこ？トライフォース赤坂あっちでしたっけ？いや、あっち持ってたんでしょ。あ、じゃああっちや。あっち待機場っす。あ、ここあれやん、あの山下くんがキングダウン出た時にこうひろきくんが通ったとこやわ。ここ、あ、歩いて通ったとこですか？動画一回見てん、ほら、ちょっと覚えてんの。あ、山下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 出てこんから首パキーン。お前頼むわ。どないか編集でごまかしてくれよ。頼むわ。あ、これの近か。ただいま渋谷でチャンネル登録1000人到達しました。イエーイ。登録してくれた皆様ほんまにありがとうございます。僕らアイランドもっと頑張っていきます。よろしくお願いします。外したら殺す。殺したらあかん。よし、俺一発目いったで。一発目いけるの？一発目いけるな。え、やんないよ。こんにちは。4時までだからね。こんにちは。はい、行くよ行くよ。Quand t'es venu dans la rue. すいません。怪しいものです。怪しいものが入らないためにいきます。やっぱ一人はちょっとな、やっぱナンパやと思われるから。一人の子とか女の子とかに声かけたら集団。男の人は一人の時はもう大概はもうって言うから。え、そこ気にしてない。そんなこだわりしてない。何のお願いだろう。
ありがとうございます。お、撮ってた。ありがとう。何がやりたいか全部話そう。今日朝から起きて、だから店の準備ができてないっていう状態で俺らがやっとった。もうね、思ったことを全部言おう。もうこれも全部撮影してて、ね、おい、もう動画回してもええっていうことを選んで喋ろうな。俺も酔っ払っとうけど、言葉選んで喋っとう。来て向き合って来いよって感じやったから向き合っただけ。あ、なるほどな、オッケー。じゃあ、まあそれでいい。動画モードに入ってたってことだよね。おしゃじゃあもうそれで OK なんじゃ。俺はまあ8年で、俺からしたらで、俺の目線な、おしゃの目線が今そうやろ。え、だから何をしなければよかったってこと。何をしなければよかったじゃない。俺からしたらおしゃが、ああ頑張ろうっていう風に撮影向かうっていうのが理想像や、俺は。撮影向かう、はい、だからおしゃ寝ててん、ここで、うん、酔っ払ってね。それに対してコニッちゃんがドッキリしようって言ってん、はっきり言って。ドッキリしようって言ってん。で、オシャに対して、僕オシャさんに入れてドッキリしたらこれ取れないになるっすよねって言って、ポニッチャの考え、これは一回聞いて、覚えてるよ。で、それドッキリしようって言ったから、それで一回されるがまましてオシャで、オッケーオッケーって言って、うん、それでされたのに、それでその上されたのにじゃない、オシャは。みんなされたのにされたのにじゃない、一回聞いて。オシャ無理、そんなせんな。おっしゃって、よくない。おっしゃ、もうやめて、やめた、もうやめて。もう俺と一緒やって。何が一緒かって言ったら、今日朝ここの店内装がバーってやって、もう全然来なかった、もうずっとどうしようみたいな感じ。でも空いた時間チャンネル登録して、で終わった後、おしゃが来たな、おしゃが来たなと思ってやって、でそっから、はあ、俺はもう疲れたから帰ろうか。でも翔太が、よし僕残りますって言って、お前が残ると俺も残るわっていういきさつがあって、でそこでまあみんなが来てバーって呼ばれて、ほんでまあでもみんなには、あ、1時以降に撮影しような、でもみんな1時以降撮影するしんどい、分かった。大森もしんどい、俺も仕事もプリンちゃんもしんどい、みんな分かった、しんどいけどでもやっていくっていうような気持ちがあった時に、おしゃが酔っ払ってあんな風な姿、でもあれは実はプリンちゃんが耳打ちしたことによってそういう風になったこと知らずに、でおしゃはもうことを責めてもて、俺はな、そこで、ね、そこに勃発してもて、翔太はいや俺もそうやねんっていう風になってもね。でもあの時に俺自分の心の内言えんかったよ。おっしゃ自身も俺は言うこと言いたいとか、俺はこう思っとってとかで、まあ言えんような状態やった。だからまあでバーって離れて、ミカルンが話してくれて、バーって言って、んで、まあ、俺がホテルの前にいて、でまあそういうことやったら俺が女悪かったわと思ったわ。ああ俺めっちゃなんか集まってもたから、なんでかって言ったら俺めっちゃ本気やから、YouTube に関して、もちろんアイランドに関してで、だから今回こうやってぶつかり合ってたもまあええことやわ、だってほんまやなっていう風に分かり合っとうから、まあだからそういう風にまあ話できてよかったなっていう風に思ってる。